ハスキーボイスやアニメ声など人それぞれ特徴が異なる声の形、音楽配信サービスやポッドキャスト、オーディオブックなど音声コンテンツに触れる機会や手段が年々拡大している声、音声の時代にいる中で、イケボ、カワボなど素敵な声に対する総称も増えてきています。今日はそんな世の中にあまたある声に注目し、声とは切っても切れないラジオという媒体を使ってみんなの理想の声について徹底的に考えます。討論しましょう。討論しましょう。イケボはね、そのイケてるボイス、イケメンボイス、うん、でカワボは可愛いボイス、うん、最近はハムボっていうのもあるらしいです。ハムボ、ハムっぽい声、ハムの人、ハムの人って、お歳暮に、お歳暮の人ハムスターボイスっていうらしいですね。ハムスターボイス、はい、とっとこハム太郎みたいな声、みたいな声なんですって。でさっき TikTok 見せてもらったらハムボの出し方講座みたいな、それを出すといいんだ、講座があるってことは。石川さん出せます？やって、ハムボ声を高くしてってたから、お疲れ様ですこんな感じでしたよね、さっきも。ちょっとアイドルっぽい感じだ。お疲れ様です。可愛い子ぶってる感じ でいいの、うん、鼻に詰めてる。ペルボンヌシャン、ちょっとそんなハムスターいない。ペルボンヌシャン、あとハムスターそもそも鳴かないじゃないですか、あんまりヒーとか言うだけなんだろうね。なんでハムボって言うんだろう。カワボってさ、イケてる可愛いって超王道の言葉の次がハムスターってどうなのよハムボだって犬ボとかもあるんですかね。ああ全部の動物ボイスがあるのかな。猫、ね、はどうやって喋るんですか。どうだろうにゃ猫も喋らないからしかも猫もにゃーみたいな声も出す時があれば、うわーそうみたいな、盛りがついた声はひどいよいろんな、まあ、動物もいろんな声あるね、鳴き声あるねっていうところなんですが、うんうんね、最近はですね、ファッション雑誌ビビが毎年ビビ国宝級イケメンランキングっていうのをやってるみたいなんですけれども、うん、今回から魅力的なキャラクターとその存在を光らせる声にフォーカスを当てたイケボ部門っていうのが新設されたそうです。イケメンとイケボがあるってことですね。ビビも声だけももうめでる時代になってきたのね。しかも紙面で、うん、すげー伝わりづらいね、発表されてもね、うん、で初代王者にはアニメ呪術廻戦に七海健人役などで知られる津田健次郎さんが受賞されたと。メガネかけてキャラね、うん、でこのビビ国宝級イケメンランキング、やっぱ声優さん多いですね。1位が津田健次郎さん、うん、あと中村雄一さんとか五条悟役ですね、うん、あとスパイファミリーの北条役の江口拓也さんとか、あとおなじみ神谷博さんとか、いろんな、ね、リバイね、進撃の巨人、そうですね、いろいろと。これもうさ、今見てて好きなアニメのキャラクターに相当影響されてそうなランキングでもあるわね。ただでもこの方々すごいですよね、本当に人気がもう、うんうん、文化放送でもね、よく番組とか出られてますけれども、どうでしょう、お二人はどんな声がお好きですか。もうやっぱりね、私こう男性の男性的な低い声が好きって、もうベタなお姉さんの趣味なので、そうするとやっぱ低めの殿方の声出される声優さんとか好きね、はい、うん、あの大塚明義さんとか安本博樹さんって方もね、はい、低い声なのよ。今回ちょっとブルボンヌさんの好きな声の、はい、あら低い声、誰か低い声持ってきてくれたをちょっとこう音源で用意してるみたいなんで聞いてみましょうか。お願いします。ワクワク。これ安本さん、安本博樹さん、ね、低いでしょ。A&J の、ね、あの番組担当されてるんで、その中からちょっと切り取って、ファンモアチューンパーソナリティの安本さんのお声、そう、このなんか低周波がね、私を癒してくれるんじゃないかみたいな。だからそのキャラクターになってない時でも、うん、普段の素の喋り方でもこれだけ素敵な声でたまんならないですね、うん、あれのはやっぱ低い声派。あ、でも異性は、うん、なんかあの鼻が通ってる声が好きです。鼻が通ってる声、鼻通りの良い声っていう、鼻通りの良い声、詰まってない声が好きなんです。詰まってない声、なんかあの食いしん坊みたいな声よりは好き、通って響きのある方がいいかな。太り声よりは痩せ声ってことか。太ってる方が好きなんですけど、見た目は太り声、太ってんのに高くて通った声が黒ちゃん
ちゃん。そういう感じじゃない？割と通ってるじゃない？いきなり高音に見えちゃいますけども、どう難しいですね。難しいですね。重藤さんはどんな声が？うん、声は鼻で響いてる声。鼻でボワーンってこう共鳴が生まれるような声。え、ピンときません？この鼻でエコーがかかってるような。体内でエコーがかかってる。いらっしゃるいらっしゃる。顔で多分共鳴腔が生まれて、その声が漏れ聞こえるみたいな、口からではなく顔から声が漏れ聞こえる、漏れているような声が好きなんです。鼻の穴から声出ちゃってるみたいな声。そう。聞いてみないと分かりづらいわ、ね、今回重藤さんは、JR の構内、車内のアナウンスをしている男性の声がずっと素敵だっておっしゃってます。まさにそういうお声なの、うん、ただネットで調べても特定された情報がなかなか出ないっていう。あ、そうなんですよ。なんか結構ちょっとその人になんかアクセスね、コンタクト取れるのかなと思ったら、はい、誰の声だか分かんないから、もしかしたら機械音というか、いわゆる AI の声なのかなとか思いながらも。あ、入山さん、お疲れ様です。あ、スタジオ員の入山明さんが毎週木曜休んでるのに金曜日まで来てくれるんですね。そうなのね。ちょっと重藤さんの好きな JR の構内車内アナウンスの声聞いてみましょうか。どうぞ。聞いてる声、そうですよね、この声いいですよね。この、うん、いわゆる声帯から声が発してるわけではなく、顔からそれこそ鼻の穴とか目からこうポロッと漏れ聞こえるような声、そう、爽やかで、はい、ほら駅員さんってたまにやりすぎなぐらいなんか駅員ボイスみたいになる人いるじゃない。すごい普通にいい声だよね。綺麗な声、やっぱり万人受けに近いですよね。誰もが、うん、好きだと思う。不快にならない。これだから AI ですかね、出すかね、ちゃったですかね。いらっしゃるんじゃないですか。そうではない、出す。ただ謎の多い人物出す。これはそうなんだ、やっぱそうですよね。でもいい声だった、ね、好き好き、うん、で私西川は、ナレーターの藤井京子さんの声をちょっとリクエストしたんですけれども。同性の声で言ったのね、はい、かつてプロ野球オリックスバファローズの2軍主催試合の場内アナウンスをご担当されていて、その独特の読み上げで萌えとかセクシーすぎる声みたいな感じでネットとかでいろいろ拡散されてて、それで私も一回聞いたら惚れてしまって、今回ちょっと その方の声がいいなって言ったところ、藤井京子さんご本人が番組とクリエイティブ用に、うん、西川宛に音声メッセージを送ってくださったんですね。私はまだ聞いてないの、すっごく楽しみ。ワクワク、お願いします。おいでよクリエイティブをお聞きの皆さん、西川綾乃さん、ブルボンヌさん、重藤京さん、こんにちは。ナレーターの藤井京子です。この度はご指名いただきましてありがとうございます。声を使う職業の方に声をお褒めいただけたということで、とても嬉しいです。西川さんの声はとっても可愛くて私も大好きです。ぜひこれからもいろんなスタジアムなどでセクシーすぎるウグイス嬢を披露し続けていこうと思います。最後にウグイス嬢風に西川さんのアナウンスをしたいと思います。4番センター西川綾乃。以上、藤井京子でした。ありがとうございました。京子さん、素敵。そうだ、私もニュースで、はい、拝見してました。セクシーすぎる場内アナウンス。でも、普段の、うん、その、読みの時以外の喋りの声聞いたの初めてだったので、なんかね、いいね、ね、普段からもう声優さんだね、やっぱり本当に声が作られてるというか、うん、あ、でもウグイス嬢のアナウンスの声たまらんですね。嬉しい、ね、マウンドに立ったわね、綾乃も。立っちゃった。藤井さんは2012年限りで退団されてるそうなんで、現在は野球に特化したアナウンスアカデミー株式会社ベースボールプランニングの代表をされてるそうです。じゃあ私通おうかな。できますよ。東京ドームで西川さんの声が聞こえたりするわけでしょ。それをライオンズとかに持ってって。あ、すごい。できるかな。ちょっとね、アカデミー参加しようかな。1月から3月までウグイス嬢のアカデミー開催しているそうです。どうでしょう、今ここまでね、3人多種多様ですね、好きな声。本当に。でもみんな好き。うん。うん、確かに。やっぱその声を聞いて、その人の顔が思い浮かばないっていうのがいいですね。はあ。本当だ。
え、皆さん勝手に自分の理想とか思い浮かべたりはしないもんなのかな。見た目ですか。そうそう。いやでも本当しげるさんの、あの JR のアナウンスの方に関してはどんな妄想すればいいんですかね。でも朝ごはん絶対お茶漬け食べたでしょあの人は。そうなの。多分だからこういうおかしな妄想をみんなするんじゃない。スーツ着てますよね。スーツ着てる、絶対スーツ着てる。スーツの感じがするね。青色のネクタイでしょ、うん、多分でしょうね多分ね、うん、で革靴はちょっとあれでしょ、ね、ベージュの革靴でしょ、うんうんうん、多分そういうのも多分声からいろいろ想像するのも楽しいんだろうね、声から入るってね、うんうん、なんかほとんどの人がやっぱあのよく言う録音した時は自分の骨の反響と違うから自分の声ってこんな声なんだショックが子供の頃にあって、そのせいで過半数の調査とかによっては 7,8 割の人が自分の声好きじゃないって言ってるらしいんだよね、で自分の声が好きってだけでもうね選ばれてんだよ、自己肯定感が高い人なんだよね。ブルボンさんご自身の声お好きですか。昔嫌いだったのやっぱりその女っぽいとか、うん、その変な声みたいなイメージがあって、でもやっぱお仕事でね、前のじゃないけど私もラジオのお仕事をやるようになって、はい、意識するようになってからはだんだん声自己肯定感が上がったみたいで、そうするとね自然とそれが出るのか、ここ 1,2 年ねいいって言ってもらえるようになってきた。あ、うん、大事。そうですね、みんなも自分の声を愛してね。西川さん自分の声好きですか。私はあの自分の声聞きながらお酒飲めます。さすが声ナルシスト。自己肯定感の塊。今ね、ブルボンさんおっしゃってたように、私もやっぱり最初ラジオ局入った時自分の声にショックを受けて、うん、嫌な声だなと思っていろんなお便りいただいて、一時期ね、あの封書でキンキン喋るな、え、性格の悪さが声に出ているって言ってきたの。うわ、いや、あんたの方が性格悪いでしょって思ったんですけど、無記名の茶封筒で送ってきてるから、ね、うん、IP 調べよう IP。 封書ですよ、封書で封書で調べられないわね。なと思ったんですけど、確かにその後自分の撮ってるあの番組宣伝の20秒番宣とかだと声張るからキンキンしてるように聞こえたんですよ、うん、だからその後こう低音とかも意識して自分で、うんうん、あの声をもらいながら調整していろいろ考えてきたから、うん、今お酒飲めるんだ。だからだ、今もう全然キンキンなんて感じないもん。嬉しい。重藤さんも声のねご職業じゃないですか。声、まあ、高めだよね。高いと思いますね、うん、さっき作って低い声出したら急にちょっと素敵な感じがしたもの。あ、本当に、うん、やっぱモテちゃうかな。まあ、ずっとあんな作れないでしょ。作れない。もう喉痛くなっちゃったからもうやめようと思って、もう絶対やだと思って、ね、入山さんもね素敵なおじさまボイスですね。そう、本当は僕、うん、あの一番入山さんのお名前、入山先生の名前出そうかなと思ったんですけど、もう顔が、うん、あのちょっとあれ、でも顔が思い浮かぶじゃないですか。あ、はいはいはい、だ顔が思い浮かばない人の方がいいかなと思って。あ、なるほどね。入山先生もこう鼻からとか目からとかこう声が漏れるような声なさるから、だからやっぱちょっとやや高めだし、そういう声が好きなんだなっていうところですね。うん、好みはねあると思うんですけれども、うん、まあ、いろんなそれぞれの好みがある中で、うん、みんなが好きな声ってどういう声なんだろうっていうところで、うん、まあ、今ね我々が出した3人はこうみんないい声、素敵な声って思う声でしたけどね、うんうん、全員が好きって難しい。みんなの理想の声、逆にちょっと聞いてられない声みたいのってありますか。受音みたいなみたいなのはちょっと怖いかな。そんな無理って、絶対無理って声の人ってどんなの。なんかもう食べられないよ。もほ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 した感じ。もう食べられないよは、もう食べられないよ。それそのシチュエーション込みだよ、ね、それ以外のこともなんか想像してるでしょ。あのさ、声だけじゃなくて見た目を消すのが好きなんだけど、なんかこう詰まってるとあんまり好きじゃない。 あんまり好きじゃない声ってあります。あんまり好きじゃない声は、え、無理して出してる声、政治家が選挙戦後半になってガラガラなんだけれども、はい、今回も当選させていただきましてみたいな、あの声が嫌い。その心が出てるみたいなので言うと、作り込みすぎてるタイプの声で、はい、あ、この女子本当に周りの男子に可愛く思われたいんだなみたいなのを発してると、やっぱほらお姉としてはそこにカチンと来るべきじゃない、はい、来るべき。背負ってますね。そうそうそう、そういうのはあるかも。だからこう演出とか自分で作ってるものは好き嫌いがあるとしても、みんな地声はみんないいんだよ、
うん、おお、そうかもね。そこも素直にありのままの声を自信持って出していこう。うん、うん、まあ、ハム棒とか作っちゃダメですね。そうだよ、なんだハム棒ってでしたからね。ちょっとね、引き続きあのリスナーの方からメッセージもいっぱいいただいているので、うん、みんなの好きな声っていうのをね、理想の声っていうのをこの後模索してまいります。メールアドレス、おいでよ@joqr.net です。